まもなく1番線より列車が発車します。駆け込み乗車おやめください。斉藤幸乃の1番線。毎度ご乗車ありがとうございます。斉藤幸乃です。皆さん、今年の目標は〇〇ですとか決めました？毎年そんなんね、あると思うんですけども、達成したことあります？うちね、ほぼないんです。ない以前に何言うたか覚えてないぐらいのひどい目標ですよね。やっぱりお仕事柄、今年どういう一年にしたいですかとか聞いてもらう機会がありがたいことにあるんですけども、特にないって思いながら、むしろなんか4月の方がよっしゃ始まるみたいな、新学期のイメージやしみたいな、いろいろ思い当たる点があって、今年の目標はこれじゃなくって、もう3日以内で叶えるものにしようと思って、つきましてはお正月の1月3日にもう叶えてきました。もう今年の目標もう達成したんで、あれですけども、掲げたのは大阪環状線を一周歩くっていう、これ目標やったんです。いっぺん歩いてみたいと思ってたんで、もう今年の目標はって聞かれる前に達成しようと思ってね、1月3日に歩いてきました。大阪駅から内回りって言って、大阪福島野田西九条弁天町って言って、そっちぐるっと回ってきたんです。ですから反時計回りになりますかね。はい、歩きました。思った以上に距離あった。すごいですわ。大阪環状線って営業距離でいうと21キロほどなんですけども、その線路の一番近いコースっていうのが、こうインターネットとかでもこうランニングされる方とかなんかね、出してくれてるんですよ。これが一番近いですよみたいな円で、でそれが23、4キロなんです。はあ、フルマラソンぐらいでもまあ頑張ってみようと思ってスタートしました。お昼前、電車で行くと45分ほどなんですけど、歩いたらどんぐらいかかると思います？ちょっと早歩き、女性のは早歩きで行きました。こんなかかると思ってへんかった。5時間かかりました。やっぱりね、ありましたね、距離が。大阪スタートして、もう環状線の4分の1ぐらいまではわー楽しい、あ、また駅来た、また駅来た、あ、ここ撮り鉄スポットやとか調べてたんですけど、こうでだんだんこう天王寺に近づくにつれて、こう足がムズムズしてくるんですよね。わかります？走った後にこう筋肉がうずくような痒い感じ、うわー、なんかもうこれなんか足あかんことになってるやんみたいな、こうね、トレーニングもしてかんといきましたんで、でも歩いてるし、これペースでなんとかできるなと思って、まあ半分過ぎました。で残り半分ですよね。天王寺から鶴橋通って京橋とか通ってくんですけども、もうね、残り半分入ると私なんで歩いてんねやろって思って、こうよくあるこうマラソンで自問自答してしまうっていう時ね、あると思うんですけども、それになって、私大阪マラソン走った時もそないに自問自答しなかったけど、あ、何してるんや私はと思いながら、でも雪買うね、323系新型車両ですとか、はるかとか黒潮がちょっと通ってくれただけで嬉しいになりますし、この時はね、一編成だけ103系って言って古い車両がね走ってたんですけども、それ見られた、わー、ラッキーって思って励まされて、で鶴橋とかね、賑やかな街なんで、いよいよで京橋着いて、あと4分の1ね、もうこれ歩いたら、2、3駅歩いたらゴールっていう時に、ほんまにね、頭によぎるんですよ。もう乗ってええかなって、もうここまで歩いたし、足も棒みたいな、もう乗ってええかなと思うんですけども、もうそこはね、やっぱり最後まで歩こうと思って、もうあと一息、あと一息で、で天満大阪で着くんですけど、天満大阪ももう乗ろうかな思ったぐらい大変でした。まあでも歩きたかったんで、これは目標やと思ってね。でちょうど5時間経った
11時40分から歩き始めまして、4時間半を切りたかったんですけども、それは叶わずで、京橋あたりでしたかね、で叶わずで、泣く泣くですね、5時間でしたね。だから16時40分か、歩いたのがね3万5000歩ぐらいでしたわ。うん、思ったんはね、やっぱり電車って便利ですね、電車は便利っていうのをね気づかされましたね。新幹線が便利なのを気づきたくって18切符の旅を始めたっていうのもあるんですけども、それをもっと極めた形はこうなんだと思って、だからちょっと時間見つけては、まあ今回23、4キロを歩いたんですけども、もうちょっと短い距離でこの路線を歩いてみるとかやってみようかなって今年は思いますね。ただ山手線はねもうちょっと距離があると思うんで、ちょっと鍛えてからにしたいと思います。はい、では番組を始めてまいりましょう。乗り物や旅をテーマにしたほのぼのとした番組、斉藤由紀乃の一番線は AM1422 ラジオ日本と AM765 YBS ラジオ、AM918 山形放送、AM1269 四国放送でお送りしています。それでは斉藤由紀乃の一番線スタートです。一番線流、このコーナーでは鉄道にまつわる575の音のリズムの川柳をご紹介します。はじめに埼玉県からラジオネームことしさんです。初春に学生追いかけ東海寺、初春に学生追いかけ東海寺。雪乃さんチーム1番線の皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。1月2日、一度生で見てみたかった箱根駅伝を追いかけ、埼玉から東京、神奈川を駆け巡ってきました。朝5時半に出発し、大手町のスタートを眺めて、大手町から三越前まで地下鉄で行き、新日本橋から横須賀線で3区中継所の戸塚へ、戸塚から東海道線で小田原、小田原から5区中継所のある箱根登山鉄道の笠祭り駅、ランナーを応援してきました。全区間は難しかったですが、生で観戦できて楽しめました。途中何度か私鉄には乗りましたが、 JR 東日本の休日お出かけパスを購入したので、埼玉から小田原まで往復にはお得でした。雪乃さんは箱根駅伝生で見たことありますか？まあ正月は関西にいますよねと送ってくださいました。ありがとうございます。ほな箱根駅伝を電車で追いかけたっていうことですか？すごい、距離もすごいですけども、早いですかね、駅伝やから。めちゃ早いですよね、ありえんスピードで行きはりますよね。まあこうバトンパスやからっていうのもありますけど、びっくりします。こう箱根駅伝もちろん生では見たことないんですけど、テレビの中継でこう何分で何キロ走ったみたいに出るやないですか。ありえん。フルマラソン走った時、その大阪マラソン挑戦した時に、何キロ何分ぐらいで自分のタイム分かってるやないですか。もうはるかに速い、これ全速力やと思って、まあもちろんね全速力で走る、いやあれはすごいですよね。見てて勇気もらえます。ほんでね、私1月3日に環状線歩いたってさっき喋りましたけども、箱根駅伝の音声を聞きながら、頑張れとか言いながら聞きながら歩きました。意外と歩けました。はい、お次は東京都はラジオネーム南千住のプチプチいくらさんです。長旅をしているきっとあの傘は、長旅をしているきっとあの傘は。先日朝から雨が降っていたので傘を差して大学へ向かいました。しかしお昼には止んでました。私は京成線で大学へ通っています。大学の最寄り駅である勝田台駅から快速三崎口に乗って、青戸駅で各駅停車に乗り換えるときに忘れてしまいました。そのため傘は三崎口まで行くことになると思うと、長旅だなぁと感じてこの川柳を思いつきました。あーそうそう、降りてから気づくんですよね、あれ傘ない、なんか軽いな思ったらみたいなね。そうそう、でつながってる分ね、そうで自分の持ち物ですから
これはね、届けてもらわなきませんし、忘れ物センター取りに行かなきませんしね、思いますよね。今傘どないしてんやろ、誰かのとこついててへんかな、お腹空いてへんかなみたいな。わかります、私もね忘れたことありますわ。お次はラジオネームナハネフさんからです。切符ってなーにと聞いてる孫一人。切符ってなーにと聞いてる孫一人。そのうち切符を見たことがない世代がきっと現れますよと送ってくださいました。ほんまですね。今なんか切符、その紙ではないっていうのはもちろん、その IC カードですけども、あれ QR コードっていうのありますよね。飛行機とか乗るときとか、あとユイレール、沖縄県のモノレール、ユイレールはQR コードですからね。そのうちスマホで乗るようなる。わあ、すごい時代ですね。だから切符なくなって寂しいですな。赤色18切符もなくなって、もう私切符はね記念になるんですけどね、置いといたら。さあお次はまだまだいきます。山形県はラジオネーム山形の太陽さんです。翼つく時だ、はやぶさ白鷹も。翼つく時だ、はやぶさ白鷹も。雪乃さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日山形新幹線翼で東京へ行った時のことですが、上野駅で降りホームで電話していたら、鳥に関する名前の新幹線が次々到着したのです。今年は鳥出しだけに何か縁起がいいなぁと勝手に思った次第です、と送ってくださいました。あ、いいですね。思えば新幹線、そうそうそう、列車の名前って鳥さんの名前ですね。今年は特急の名前来ますね。わ、鳥年だけにいい川柳をありがとうございます。はい、ではおしまいの川柳はこちらの方、鳥取県はラジオネームグレート大牟田さんです。いないなぁ北陸鉄道語る人。いないなぁ北陸鉄道語る人。鉄道が好きな人の中でも石川県の北陸鉄道のことを話す人間がまるでいません。地鉄があれだけ話題になっている一方で、だから北陸鉄道のことを自分は少しも知りません。2つの路線でターミナル駅が全然違うぐらいしか。石川県のテレビ局ではそれなりに話題になってるんでしょうか、と送ってくださいました。あー、そうですね、北陸鉄道ね、一度乗ったことあって一番線でもお話しさせてもらいましたけども、そう、北陸鉄道って名前だけに大きいから、北陸ですからね、渡ってんのかな思った。そう、結構住宅地を走るようなところでしたけども、どうなんでしょうね、北陸鉄道話す方。もしいらっしゃったら、今聞いてる方で北陸鉄道大好きな方がいらっしゃったら、思う存分メッセージで語っていただきたいと思います。お願いします。テレビでもやってはるんやろか、それも気になりますね。さあ最後はですね、私の川柳で締めさせていただきます。カモメ舞う羽ばたけ冬の浜名湖作目。カモメ舞う羽ばたけ冬の浜名湖作目。乗ってきたんです、この冬。浜松駅からまず遠州鉄道に乗って、でそっから最後まで終点まで行って天竜浜名湖鉄道に初めて乗ってきました。遠鉄も初めてやったんですけど、真っ赤でね、駅間がめちゃくちゃ短いんですよ。300メートルぐらいのとこもあったんちゃうかな、すごい短いんですよ。でそういう特徴もあって、天浜線は天浜線でね、路線が長い分いろんな駅があって、駅にカフェがついてたりレストランがついてたり、おしゃれなところいっぱいあるんですよ。でその一つ有名な駅が浜名湖作目駅。ここはですね、冬のこの時期カモメがたくさん集まるんですよね。すんごい数です。わんさかわんさかね、目の前真っ白になるぐらいね飛んでるんです。あの駅長さんがね、こうカモメさんを可愛がってはるんですけども、もしよかったらこの冬だけの景色なんで行ってみてください。さあこのコーナーではあなたからの川柳をお待ちしております。
電車のあるあるネタ、鉄道旅行の思い出、電車に乗って思ったことなどなど、鉄道にまつわることを川柳にしてお送りください。それではここで一曲お聴きください。徳永ゆうきで恋は難読駅名。鉄道ニュース1422。このコーナーでは話題の鉄道ニュースをご紹介。私斉藤幸乃が解説員の方にいろいろと教えていただくコーナーです。まずは天の声さん、今日のニュースをお願いします。この春快適直通列車 S トレインの運行スタート。西武鉄道、東京メトロ、東急電鉄、横浜高速鉄道の4社は今年の3月25日から有料座席指定列車 S トレインを運行します。西武鉄道の新型通勤車両4万系を使用。平日は所沢から豊洲の通勤に、土休日は西武秩父から元町中華街の観光に特化したダイヤとなります。そしてこのニュースを解説していただきますのは、雑誌鉄道ダイヤ情報編集長の助川和彦さんと星野陽一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わ、ついにデビューですね。3月、ついに出ますね。ねえ、いや、やっぱすごいですよね。これいくつもいくつもこうつながってるっていうことですよね、鉄道会社を。そうです、そうです、ね、もう南は港未来線、元町中華街から、うん、北は西武秩父まで、うん、ずっと。これもう乗り換えなしで、うん、はあ、S トレインですか。ですね、そうですね、有料の座席指定列車として運用するときだけ S トレインという愛称がつくんで、うん、その車両の愛称じゃなくて、なんていうんですかね、TJ ライナー的な、イメージとか。そうかな、うん、あ、その有料になるときがこう S トレインという名前あるときないときがあるんですね。そうですね、うん、なんで S トレイン、これでも前にニュースで紹介していただきましたね。そうですね、車両自体は、はい、紹介しましたね。なんか、パートナーゾーンとかってい う一車両丸々なんか、ね、うん、座席が少ないというか。さて、果たしてここがどうなるのかも、ね、そう、座席指定になった時にここがどうなるのかとか、ね、エストレインの時にどういう風になるのか。本当ですね、座席もともと少ない、そう、車椅子ベビーカー、ね、ベビーカーの人向けっていう形になってます、ね、さあどうなるっていうね。そう、うん、そうですね。この有料座席指定列車っていうのは初めての試みになるんですかね。そのお金を取って、そうですね、おそらくこの西武さんとかでは、まあ、あれですね、当然レッドアローなんかがあるんですけども、うん、こういうもともと特急っていう風な想定ではないっていうのでは、うん、関東では東武東上線の TJ ライナーに続いてっていうことですね。そうですか、じゃあまだ珍しいですね。珍しいですね。で、どこを走るんですか。走る路線は、これ北から行きますか西部から行きますかね。土曜休日ですと、はい、西部秩父線の西部秩父から、はい、ずっと今度池袋線まで降りてきて、反応でスイッチバックをして、うん、で所沢を通って、そのまま池袋線を来て、練馬から今度は西部有楽町線に入って、で池袋でも福都新線ですよね、はい、でそのまま福都新線を経由して渋谷から東急東横線に入って横浜で、横浜から今度は横浜高速鉄道みなとみらい線で元町中華街っていう。うわ、全行程2時間15分ぐらい、うん、あ、そうですか。やっぱり結構かかりますね。せやけど乗り換えないっていうのは楽に旅ができます、ね、あ、でも秩父から横浜まで直通でまあ2時間で行くんだったら、まあまあ、うん、まあ、早い方の、うん、あ、そうですか、うんね、停車駅も限られるしね、うん、そうですよね、停車駅もだいぶ限ってますよね、うん、あ、スイッチバックあるのちょっと面白いな。そう、反応反応で向き変わるんですよ。ですね、うん、で平日は平日でまた違うところを走るんですか。ですね、これ所沢から豊洲間、うん、有楽町線に入って豊洲、はい、でなんて豊洲かっていうと、どうも最近豊洲のビジネス事業がすごいみたいで、ほう、で、あ、東京オリンピックとかじゃなくてですかね。なんかね、最近ずっとこの辺がすごいみたいで、はい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 、住宅も増えてるんですけど、うん、オフィス事業も結構あるみたい で前は考えられなかったみたいなんですけども、有楽町で昔は大体降りてたみたいなんですけどもね、それが今の有楽町から乗ってきて豊洲の方に行く通勤事業も結構あるっていうぐらい、ね、築地市場がね、こう移転できますね。もう移転できますね。よう聞きますわ、うん、豊洲って。あ、そこですか。なので豊洲みたいですね。だから平日はこのお仕事される方向けになるんでしょうかね。ですね、はあ、
これ乗って降りてって、そのこれ降りるところとか乗るところとかが決まってるんですか？そうですね、平日運行ですと、まあ、所沢から、まあの豊洲に向かう場合は、はい、まあ、所沢、石神井公園までの間は乗るだけ、はい、その次 の, あのこの有楽町線に入って、飯田橋から豊洲の間はもう降りるだけ、まあ、線区またがないと降りれないっていう、まあ、そんな形になってますね。ざっと見てこの、まあ、2駅だけで乗って降りたりするのはちょっと無理かなみたいな、そんな感じですかね。そうですね、まあ、石神井公園から飯田橋っていうのだけは言われるんですけど、どちらにしろその西武鉄道とメトロまた一回またがないと降りられないっていう形になりますね。面白い決まりですね。これ土休日も、土休日はもうちょっと長い区間になりますので、もうちょっと乗り降りできる駅は多いんですけど、やっぱり池袋は降りるだけだったりとか、はい、横浜みなとみらいも、まあ、降りるだけだったりとか、まあ、逆向きだったら乗るだけだったりとかっていう制限はついてます。であとですね、指定席券を売ってない区間は乗れないというまた別のルールもあって、はあ、そうするとですね、はい、渋谷から乗って新宿三丁目で降りるとかそういうのはダメなんですね、うん、なんかちょっと言葉で説明しきるのは大変複雑なルールなので、ちょっとご自分の目で確かめてから乗っていただきたいと思うんですけれども。なるほど、まあ、ざっとこう会社をまたいでれば乗れる。そうですね、会社またいでれば乗り降りできると。そういう、ね、意識もなく乗ってたりしますからね、うん、どこまでみたいなね、うん、これ料金はどんなもんですか？料金はですね、はい、西武線内を除いて、まあ、その会社線に乗ったらいくらっていうような形の構造になってるようでして、うん、東急とあの港未来線はまあ1グループなんですけど、うん、そちらに乗る、はい、その線区間を乗車すると350円、で、東京メトロ線内ですね、はい、こちら210円、うん、で西武だけちょっと途中から料金変わるんですけれども、はい、まあ、基本は300円 で、はい、で西武秩父所沢、あ、西武秩父石神井公園と、はい、この長いところですね、ところだけは500円という別料金が設定されています。ほな一番長くて西武秩父から元町中華街まで行ったら、はい、1060円ですね、うん、プラス乗車券。乗車券です、ね、はあ、その代わり座れるし乗り換えもないっていう。そうですね。ああ、じゃあほんまに座って行きたいねん、ちょっと急いでんねんっていう方にはいいかもしれませんね。うん、ほとんどの席はね、クロスシートになるんで。そうですか、じゃあ楽に座っていけますね。ただね、妻部の3席だけは回らない。連結側の3席分が、はい、いわゆるロングシートって言ってるところなんで、まあ、それはそのまま、そこの扱いがどうなのかなとか、まあですね、1060円払って2時間そこに座ってんのはちょっと、ロングシートね、ちょっとクロスシートがいいなとか思っちゃったりは。ちょっと負けてもったらいいんちゃいます。あのロングシートの端っこはちょっと2割引きぐらいで、真ん中やと4割引きみたいな。半額までいけませんけどみたいな。あとなんか飛び乗ってもいいみたいなんですけど、ね、200円増しの指定席料金をいただきますということなので、うん、あ、プラス事前に買っとけば1060円ですけど。あ、なるほど、当日とかもう買ってる暇がなくて乗っちゃって車内生産すると200円増しの料金になるということですね、うん、あ、なるほど、うん、まあでも何せ便利になることですからね。3月25日からエストレイン運行開始です。鉄道ダイヤ情報編集長の助川和彦さん、星野陽一郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、鉄道ニュース1422でした。斉藤由紀乃の一番線。斉藤由紀乃の一番線265回目の放送、いかがでしたか？オープニングでも喋りました、大阪環状線歩いてみましたっていう話をですね、イベントで喋ったんですよ。あの大阪で行われていた鉄道博っていう、その鉄道博行きましたよっていうメッセージをね、大阪ラジオネームの一番線大好き達也さんから、そして同じく大阪府ラジオネーム八尾鉄さんからも、鉄道博遊びに行きましたよとメッセージいただきました。
皆さんそれぞれ思い思いに楽しまれたそうでよかったです。ありがとうございます。この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。 E1 グランプリでは行ってよかったあんな駅こんな駅、一番川柳では鉄道にまつわる575の川柳、雪乃の一杯いただきますでは私に紹介したいおすすめのお酒やおつまみ情報、その他のコーナーや曲のリクエスト、私への質問も募集しております。メッセージテーマ実は…もお待ちしてます。さらに新コーナー雪乃が驚く関東沿線初耳鉄もスタート。関東地方の鉄道沿線情報をリスナーさんからお教えいただくコーナーです。第1弾は山手線、山手線沿線のおすすめスポット、沿線でいただけるとっておきの美味しいもん、山手線沿線の駅のへーという情報何でも OK です。私斉藤由紀乃が知らないような初耳ネタお待ちしてます。メールの方はゆきのアットマーク jorf.co.jp、 ゆきのアットマーク jorf.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本斉藤由紀乃の一番線係までお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は斉藤由紀乃でした。